自然というものを自分とこう切り離したものじゃなくて自分と同類の生きとし生けるものの変化だという意識があると思うんですよね。この辺の古代からの自然観がその後も続いているそれがまた新しい表現を得てこういう歌になってきたということが感じられるわけですよね。うん 名家で感じる国史国柄のコーナーです。国今集のですね。名家と言われる紀伊の友則の,の歌を、はい、取り上げたいと思います久のの。久方の光のどけき春の日に静心なく、花の散るらん。久方の光のどけき春の日に静心なく、花の散るらん。この歌のですね。前提としまして、当時の時代をですね。はい、少し振り返ってみたいと思います。平安戦闘後にですね。1時朝廷がですね。 党をあまりにも理想化してでですすねねそっっっちちのょととと走たいうころ平安戦都から20年、810年代の都は、佐賀天皇による統化政策に覆われていた。政治の制度から生活様式に至るまで、統を持つことによって、新しい時代を築き上げていこうとする息吹に満ち満ちていたのである。宮廷では、天皇と臣下が漢詩を読み合う場が増え、 漢詩集の編纂が、嵯峨、順和の2代にわたって続いた。いわゆる、直線三州、両運州、文化州、令州、渓谷州である。桓、はい、武天皇のですね、お子様が3人天皇になられてまして。はい、平成天皇と嵯峨天皇と、順和天皇ですね。 当時、党がですね、非常に平和で文化的にもこう花開いてた時期でですね、はいで、それでその党というのが非常にこう理想化されてた時代なんですね。う何でもその党に従うということで、それでその監視集がですね、3つもできたということなんですね。これ、古今集ができる前ですよね。 ところがこの揺り戻しがあってですねその中で今度和歌がですねこうしてくるんですね、はい、これが58代のです、ね、高校天皇の時に宮中行事の最高宮中行事というのは宮中の伝統的な行事ですからね、はい、その党に従わないということなんですよね <laughs> それから、えー、諸芸に優れた文化人でですね特に和歌に秀でた方だったというふうに言われてます。でそのお子様が宇田天皇ということでこの菅原道真を重用した天皇ですね。 で宮中で歌会をよく開いてですねでこっから多くの歌人が育ったとそのお子様が醍醐天皇ということでですね実はこの34年間もですね <laughs> 天皇の地位におられてですね石棺を置かずに申請を行ったと <laughs> 天皇による直接政治ですね。<laughs> はい、数々のの業績により縁起の地と 構成ですね、称えられるような時代でしたこの天皇の時に和歌の信仰に力を入れてですね「古今和歌集」の編纂を紀貫之らに命じたとご自身の歌集まであるということなんですよね。うん、ということで一時監視が中心だったのがですねぐっと揺り戻されて今度和風のです、ねうん、和歌の時代になってたという背景がこうあるわけですね。うん、ここで「古今和歌集」というのがまとまったんですけどもそれについてはこういうふうに言われてます。はい 戦者たちは万葉集を直線和歌集だと見ていたようで、その万葉集を継承するものとして古今集を編纂している。そこにあるのは万葉集を理想の古代と見て、これを継承しつつ、新たな和歌の時代を創出しようとする意欲である。古今集が古と金から成り立つのも、 和歌というももののがが常にに伝統をを新ししく継承しななららら想像を目論むものであるからに他な,らないこの「万葉集」の頃はですね「万葉仮名」というのが用いられていて、はい、例えばこの「ぬかだの大きみ」のです、ね「にぎたつに」の歌もですねこういう漢字だけで表現されてたんですね。でこれがですね大変読むのも難しいですね、はい、書くのも大変だということでそれで訓読みとかひらがなが出てきてですね和歌も表現しやすくなってきたと。う 和歌というのは基本的に大和言葉ですからね、はい、一つの革新は革新なんですよねですから伝統的な和歌の世界に新しく起こった訓読みそれから仮名を使って新しい歌集を作ろうというのがこの古今集の一つの狙い目になったわけですねで、とは言いながらもですね、この古の継承というのがありましてね、はい、それがこういうふうに言われています和歌は人の心を種として多くの言葉となったものであるこの世に生きる人は 関わり合う事柄が誠に多いので、心に思うことを見るものや聞くものに託して歌にするのである。花に泣くウグイスや水に住むカエルの声を聞くと、すべて聖あるものはどれが歌を読まないなどということがあろうか。これが古典書のですね、か女と言われていまして、古典書は女がね、漢文で書かれたものとかで書かれたものの二つあるんですよね。 仮名の,の方なんですけどね、はい、ここで注目いただきたいのがですね「花に鳴くうぐいすや水にすむカエルの声」これも歌だというふうに言ってるわけですよね。はい、ということはですねこの「生きとし生けるものの声」が歌だというねもう外国の方にはおそらくちょっと理解しがたいのかなと思いますが <laughs> そういう世界観生命観をしっかり継承してるんですね。こ、うん、これがあの,個の継承とというななんですね、うんうん、なるほど ただもう一つが今の想像ということでですね、はい、この時代の新しい歌を見ると分かるんですけども伊勢というですね当時のです、ねはい、立派な女性なんですけども、はい、こういう歌を読まれてますね「はい、春かすみ立つを見捨ててゆく狩りは花なき里に住みやならえる」「春かすみ立つを見捨ててゆく狩りは花なき里に住みやならえる」これは春かすみが立つのをですね本人はずっと待ち焦がれてたわけですね、うん、でようやくかすみが立ったと春が来たとというふうに自分はすごく喜んでいるのに、はい それを見捨てて北国へ帰っていく狩りは何を考えてるのかと <laughs> <laughs> で花がない里に住み慣れているのだろうかと。<laughs> だから自分から見たらこのせっかくね春がすみが来てこれからいい季節になるのにそれを見捨てていく狩りっつうのは理解できませんと <laughs> まあそういうことを言ってるわけですよね。それからもう一人藤原敏之がこういう歌ですね「秋絹と目にはさやかに見えねどとも風の音にぞ驚かれぬる」。 秋が来たと目にはさやかに見えないとも風の音にぞ驚かれぬる秋が来たと目にははっきり見えないが今夏なんですけどもその風の音が変わってきたというんですねああ<ー> <laughs> すごい。ごいこういうところの感性といのはね、風の音でわかるんですかね,<ー>ねそうですねすごいですねこういう歌から見てですねある表者こういうふうに言ってますね、はい、このように事物を変化の層で見ることと それに対する心の動きをも見つめる点に、古今集荷の大きな特徴がある。はい、最初の歌はですね、春霞が,が立ったのに。狩りが北の方に飛んでいってしまうと、うん、こういう変化ですよね。はい。それから、二週目は、その風の音が変わってきたんだと。うん、こういう事物の変化を、ちゃんと捉えてですね。そこで、思った心の中を読んでるわけですよね。 これが古今の大きな違いだと言ってるわけですねあともう一つ言えばですね狩りはなんで飛んでいってしまうのと。ということはですね狩り <laughs> もその自分と全然違う生物じゃなくて同じように春を楽しんでもいいはずだとあなるほどそういうね同じ生物としての共感がもうあるわけですよね。うんちょっと近い感じもしますよね。うん 自分と同じ生きとし生けるものだと思ってるから、うん、なんであんたがいっちゃうんだとそういう疑問が湧くわけで2週目もね「風の音にぞ驚かれぬる」っていうのもやっぱり自然の命に対してその変化に対して自分がびっくりしたということなんですよね、うん、自然というものを自分とこう切り離したものじゃなくて自分と同類の生きとし生けるものの変化だという意識があると思うんですよね。う,そういう意識のですね、えー、一つの典型がこの冒頭でご紹介した歌ですね。 日向の光のどけき春の日に静心なく花の散る蘭と日の光が穏やかな春の日にね一緒にその桜をめでたいのになんで桜は勝手に散っちゃうんでしょうかと<ー>でこんな穏やかないい日はね心静かに春を楽しんだっていいじゃないかと <laughs> 桜の心がわからないと言ってるわけですよね。 ちょっと桜に話しかけてるような、ね、そんな感じですねそんな感じがありますね、はいええ、こういうふうな表写が書かれてますね、はい、日差しの穏やかな下界からは静心ない花の内面は理解できずとどめる術もないという悲しみという歌なんですね、うん、この自然をやっぱり人間と同じような生きとし生けるものと考えてでも同じ心を持ってたらこういう春の日はねもうゆったりとさいつでもいいじゃないかと <laughs> <laughs> なんで勝手にちっちゃうんですかです、ね、と、いう、そういう悲しみを歌った、という歌なんですね。<laughs> うん、この辺の、古代からの自然観が、そのまま続いている。それが、また、新しい表現を得て、こういう歌になってきたと、いうことが、感じられるわけですよね。うん、はい、それでは、最後に、もう一度、お願いします。久、はい、方の、光のどけき、春の日に。静心なく、花の散るらん。久方の、光のどけき、春の日に。静心なく、花の散るらん。 いかかがでしたか良いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価是非ともお願いいたします。